バルセロナの空港ターミナル1、出国審査場への行き方、出国後のラウンジの場所を紹介します。場所は、荷物検査の後のエスカレート降りたら右です。DE の表示通りに行くと簡単です。d をたどって、小さなエスカレーターやスタバがあるところを通り過ぎると、こんな場所が出てきます。 ここの階段エレベーター上がったら出国審査、パスポートコントロールです。D ゾーンのランチは D にあります。VIP の看板をたどりましょう。免税店を通り抜けし、抜けた後の正面のエレベーターで下の階に降ります。もしくは少し右へ行くとバイトやバーガーキングが見えますが、この手前の階段を降りたところです。